続いて3組目はチーム AG のお二人によります作品名炭酸発電装置のプレゼンテーションです。それではお願いします。はい、こんにちは。チーム AG の岡田健太です。清水純生です。よろしくお願いします。僕たちは今世界で問題になっている地球温暖化を解決するために炭酸発電装置というものを考え出しました。炭酸水の噴射する性質を利用して発電するものです。炭酸水の元である CO2 とは本来地球温暖化の原因として有害とされるものです。僕たちはそれを発電の材料として有効活用しようと考えたのです。それが炭酸発電装置です。炭酸発電装置は排出された CO2 をフィルターで回収し水に溶かして炭酸水にして、その炭酸水を噴射させタービンを回して発電します。では炭酸発電装置をつけるとどのような効果が出るのでしょうか。例えば車に炭酸発電装置をつけると次のような効果になります。皆さん、車から出てくる CO2 の量はどれくらいか知っていますか。車1台につき年間2300kg もの CO2 を排出しています。人間の平均体重の38倍もの CO2 を排出しています。日本全体で車が1年間に排出する CO2 はなんと約1億8500万トンです。日本全体で排出される CO2 の約 17% を占めています。炭酸発電装置を自動車に取り付けることができれば、今までは捨てられていた CO2 を有効活用して発電できるだけではなく、全体の 17% 分の CO2 を減らすことができます。他にも発電した電気は車を走らせる用だけではなく、非常用、お出かけ先での充電、家庭用など様々なことに使うことができ、いろいろな効果があります。では発電装置はどのような発電をするのか具体的に説明していきます。まずはフィルターを使って CO2 を回収します。その後は溶かしやすい環境、つまり温度が低く気圧が高い環境で CO2 を水に溶かします。溶かしてできた炭酸水をパイプを使って噴射しやすい環境の容器に移します。噴射しやすい環境とは先ほどとは真逆に温度が高く気圧が低い環境のことです。この容器で炭酸を噴射させてタービンを回し発電を行います。では電気を使わずにどのように溶かしやすい環境、噴射しやすい環境を作るのかを説明します。温度を上げるときはCO2 を排出したときに出る熱を利用します。反対に下げるときは炭酸発電装置で使用する水を利用します。気圧の上げ下げはあらかじめ気圧の高い容器と気圧の低い環境を作っておいてパイプを使って炭酸水を移動させます。このような仕組みで炭酸発電装置は発電をします。今回は自動車で例えましたが、給湯器、室外機、コンロなど様々なものに活用することができます。なるべく多くの CO2 を排出するものに炭酸発電装置を取り付けられれば CO2 の排出量が大きく減少します。僕たちの発明によって地球温暖化問題は解決します。これで炭酸発電装置の発表を終わります。はい、ありがとうございました。チーム AG のお二人によります発表でした。さあ、それでは審査員の方からお話を伺いたいと思います。いかがでしょうか。こちら
ではリモート先の川澄様はいかがですか。あ、はい、まあ、エネルギーを最後まで、排出物の分まで使ってしまおうという発想はなかなかいいなと思います、うん、一つだけちょっと聞いてもいいかな。はい、質問です。お願いします。はい、あの二酸化炭素、出てきた二酸化炭素を圧縮してまた吹き出すということですけど、この二酸化炭素結局外へ出てしまうんじゃないんですか。はあ、だからその二酸化炭素をまた何回使っちゃえばいいですか。まあ、そこで出た時にもう一回フィルターで回収したりして再度発電を行ったりとか。川澄さん、ありですかね、それ。川澄様、あのエンジンで出てきた二酸化炭素どんどん出てきますよね。ですからどんどん増えちゃうかなとちょっと思ったんですけど、ですから何か別な形で回収して他のものにして使ってしまうという方法かなとちょっと思ったんですけどね。はい、岡田さん、清水さん、どうですか。まあ、また噴射したときに CO2 が出てしまうので、その CO2 をどうにかしないといけないなと思いました。はい、課題ができましたね。ありがとうございます。一つだけいいですか。はい、あのでもこれね、温度を上げたり下げたり、圧力を上げたり下げたり、すごくよく勉強してるなと、感心しました、うん、ありがとうございます。本当ですね、川澄様、ありがとうございました。ではもうお一方いかがでしょうか。あ、それでは岩月様お願いいたします。はい、発表ありがとうございました。質問なんですけども、あの2人でね、これを考えたと思うんですけども、その時に喧嘩したりとかしませんでした。まあ、これあの前3年生の時に考えた案でして、それを、まあ、あの間に合わなくて1年遅れになってしまった案なんですよ。まあ、途中で結構やるときに時間がかかってしまったり、なかなか始められなかったりってことはありましたね。喧嘩はしなかった。まあ、あんまりしませんでしたね。基本的にしませんでした。もう一つ、あの2人で考えて楽しかったですか。はい、面白かったです。それは良かった。清水さん、どうですか。僕も楽しかったです。よかった。はい、ありがとうございます、岩月様。それではチーム AG のお二人にもう一度大きな拍手をお送りください。二人で協力してプレゼンテーションを行っていただきました。ありがとうございました。